あと2回やるからね。あと2回やるからね。自分にそんな怖い人間じゃないから、決まったら盛り上がってみて。今来た学生さんかな、学生さんよくわかんないけど、とりあえずすごいことやるから盛り上がってください。以上です。あと1回やります。やばい、ここまで失敗するのは多分何ヶ月か分。ちょっと待って、ここからもう本当にミスが許されなくて風もやばいです。ちょっと僕に噛んでください。噛んで直します。笑うなったらやってみよう。行きましょう。3、2、1。その大きいのじゃ、ちょっと待って、あと1回でもラストに行きましょう。こっからちょっと盛り上がるやつ準備してきました。これ知ってる？おってやつ、おってやつ、そう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 、落とさないようにするジャグリング。これもテレビに最近やってました。多分。どんなものか、磁石等は入ってません。これ盛り上がるタイミングすごい分かりやすいので、あそこだなっていうタイミングがあったら盛り上がってみてください。まだです。まだです。まだです。盛り上がるタイミングすごい分かりやすいんで、皆様があそこだなっていうタイミングあったら盛り上がってみてください。まだです。もうちょっと難しくします。もうちょっと難しくするんで、こうすれば多分盛り上がりももうちょっと違います。違います。わかりました。やります。よく見せて。3、2、1。あ、じゃあ待って、もっとすごいの見たいですか？ここは見たくないってことでしょうか？もう一度聞く。見たい。 OK。 ちょっとできるかわかんないんですけど、やってみましょう。まであんで詰めようか。そこも行きましょう。チャンスは3回。1回目の状況ちょっとやるの本当に下に下がるんで決めるよ。行きましょう。そんな感じで、それではお待ちいたしました。最後使うもの、最初にもちょっとやりました。ひらがな3つです。ジャグリングパフォーマーのサブレって言います。サブレって覚えてもらって大丈夫です。あと1個、名前を聞いて後からよく聞かれることがあります。先に言っておきます。僕は決してハトではないです。普通のサブレです。間違いないです。最後、ここはヘブンアーティストという活動で東京都の試験を受けて合格した大道芸人さんがこちら
当にいつもは数回やってるんですけど、多分この回に終了なので。